嫌になっちゃうわ。呼ばないでくれるかしら？キモ。ふん。一応あんたは年上みたいだし、プロデューサーでしょ？普通にイオリでいいわよ。まあ、あんたがどうしてもって言うなら、イオリ様とかイオリ姫とか呼ばせてあげてもいいけど。それよりも、私さっきから喉がカラカラで死にそうなの。あっちに自動販売機があるから、すぐにジュースを買ってきてちょうだい。キー！普段なら生ジュースしか認めないこのスーパー美少女水瀬いおりちゃんが特別に自動販売機で我慢してあげるって言ってるの？いいから。とっとと買ってきなさい。承知しないんだから。さてと、社長室の掃除は終わったし。あ、イオリちゃんにプロデューサーさんいらしてたんですね。え、そんな悪いです。あ、でも喉が渇いてるからお言葉に甘えようかな。それじゃあ私はダイエット中なので、ホットコーヒーのブラックでお願いします。すみません、プロデューサーさん、ありがとうございます。ダメだし、コーヒーのボタンは長く押さないと反応しませんから注意してくださいね。
の心配なんか。バカじゃない、この変態、ド変態、変態タレン。まあまあ、二人とも。プロデューサーさん、こぼしたところをこの付近で拭き取ってくださいね。
デューサー、ほらお茶だぞ。ほらほら、美味しいから飲んでね。もちろん宣伝に決まってるだろ。プロデューサー何言ってるんだ。バカになんてしてないぞ。それじゃあどういう風にすればいいんだよ。通信販売ということは、よし、多分こうだね。このスーパー玄米緑茶を1本買うとさらに10本ついてきます。すぐにお電話ください。うん、わかったぞ。そりゃ決まってるさ。沖縄のお茶といえばサンピー茶だぞ。うん、自分こっちに出てきてからいつも三品茶探してるんだけど、あんまり売ってないんだ。だから時々しか飲めなくて、つい心の叫びが。うん、なんだか三品茶の話してたらだんだん飲みたい気持ちが高まってきて、へこんできた。三品茶、三品。本当プロデューサー、嘘はついたことある気もするけど、自分今は信じるよ。待ってるね。全然違うし、本物じゃないけど、まあ美味しいから少しは元気出たかな。買ってきてくれたプロデューサーのためにも頑張ってイベントやってくるね。
ここ一番のじゃんけんだけはなぜか弱いんだよな。勝負だ。勝て、勝つんだ自分。じゃあじゃんけん。パーン。あいこう。お疲れ様でした、プロデューサー。来週もまたよろしくお願いします。